カタバミは、カタバミかカタバミ族の多年草。日本の地方名には、鏡草、水場、しょっぱ草、スズメ草、猫足、モンカタバミなどがあり、日本方言大辞典には180種以上が記録されている。中国では、山陽山草、廊下のくちばし、三味草、満天星などの別名がある。日本では、近年、 よく似たおったちカタバミという木カ種が急増しているが、古い図鑑には掲載されていないため、カタバミと誤認されていることもある。地下に球根を持ち、さらにその下に、大根のような根を下ろす。補匐形をよく伸ばし、地表に広がる。このため、繁殖が早く、しかも、根が深いので駆除に困る雑草の一種である。葉は、球根の先端から束に出る。葉は、 ハート型の3枚が尖った先端を寄せ合わせた形。産出複用だが、いただき商用とガワコバの区別はつきづらい。豆科のクローバーとよく間違われるが、クローバーは、歯の形状が丸く白い線があり、全く異なる植物である。しかし、ロゴマークなどで歯の形状を誤解して、ハート型で描くことで、クローバーのつもりで型紙となっているケースがある。 春から秋にかけ、黄色の花を咲かせる。花びらは五弁。日向では花を出すが、日陰に咲いてしまうと花がしぼんでしまうのが、大きな特徴である。果実は、円柱状で先が尖り、まっすぐに上を向いてつく。成熟時には動物などが触れると、自ら赤い種子を勢いよく弾き出す。最大1メートル程度までの周囲に飛ばすことができる。 ことも繁殖に有利となっている。葉や茎は、周酸水素ナトリウムなどの水溶性周酸使を含んでいるため、噛むと酸っぱい。周酸は、英語で、オキサリックアシッドというが、カタバミ属の葉から単理されたことに由来する。また、葉には、クエン酸、主石酸も含まれる。カタバミ属の植物を、羊が食べると、腎臓障害を起こすとの報告がある。 ヤマトしじみの幼虫が食草とする。世界中に分布、ヨーロッパ周辺という話もあるがよくわかっていない。赤かたばみ前草は、かたばみ草という生薬名であり、消炎、下毒、下痢止めなどの作用があるとされる。臨床実験で肝炎にも効果があったとの報告も、ある。民間療法で、絞り汁は虫刺されに効果があるとされることがあるが、 中約大辞典に記載は見られない。花言葉は、輝く心である。片タ門、片タバミソウ門は、日本の家門の一種である。平安時代に車門として使用された記録がある。前述の通り繁殖力が強く、一度根付くと絶やす、ことが困難であることが、絶えないに通じることから、武家の間では、花ウ流星、子孫繁栄の演技担ぎとして、 家門の図案として用いられた。十大家門の一つに数えられる。戦国大名の長蘇壁元地下など、土佐長蘇壁家,家の七つ片場未想や新家流である、上泉信綱の片場未想、徳川市府大の堺市の県片場未想、丸に片場未想など、片場未想門を家門とする戦国大名、武将も多い。江戸末期の文語下の儒学者である。 広瀬丹僧や大分県知事の広瀬勝貞などを排出した昭家広瀬家も丸に片場み僧を用いていた。今太鼓とも呼ばれた田中角栄の家紋も県辺区へである。旧宇部領主秋福原氏の片場み僧紋にちなみ山口県立宇部高等学校の交渉デザインを呼び同窓会故障に採用されている。また古代女性が鏡を カタバミの歯で磨いたという言い伝えにちなみ、日々の心の健鑽を願う思いから、私立江戸川女子中学校、高等学校が、交渉のデザインにも採用している。カタクエは、ハート型の歯が3つ描かれる。それに、丸や剣、鶴などを加えることがある。カタクエのつぼみを描いた、カタクエの実もある。単数のものでは、3つから4つまでを描く。4つの歯を描いた。 四つ曜変クエは、シダ植物の電磁層を図案化した、電磁層門に似る。複数のものは二つから七つが組み合わせられる。タモリクラブに、桃田かな子が、登場桃黒のロゴに、間違いが、発覚本島は、型紙だった。ロケ TV オリジナルの2016年2月12日時点における、アーカイブ。 https://archive.is/.20160212015249/httplocatable.com タモラクラブモモタカナコ2017年7月4日閲覧ありがとうございます